お世話になります。一人でございます。少し前の話題ですが、剣盾の有料 DLC が発表されましたね。日本での評判については別の動画で上げたのですが、海外ではどうだったのか気になったので、今更ですが調べてみました。ということで今回は有料 DLC の海外の反応について話していきます。なお海外での反応は海外の任天堂とポケモンの Twitter 公式アカウントに対してのリプライで調べました。Google の翻訳機能と自分の知識を使いながら和訳したので、やや直訳っぽい訳になりますが、その点はご容赦ください。それではまずは海外での賛成派寄りの反応から見ていきましょう。できるか限りのベストを尽くしたらグッジョブ。数少ないストレートな褒め言葉です。みんな DLC を楽しもう。いい意見だと思いますが、いいねはめっちゃ少なかったです。ゾロアが戻ってくる。この意見は他のポケモンに比べて非常に多くて、海外ではゾロアを好きな人が多そうですね。マイナーチェンジ版よりはるかにいいわ。めっちゃ良さそうだね。この意見は日本でも定番的な意見で、海外でも同様ですね。ちなみにここではマイナーチェンジと訳していますが、海外ではサードバージョンが一般的な呼び方みたいです。みんなにメリットがあるので、これはおそらくマイナーチェンジバージョンの代わりのベストな方法です。私たちは新作の前に追加コンテンツを手に入れて、新作より安いし、マイナーチェンジバージョンでおそらく追加されたであろう要素が全て入ってるし、開発者はマイナーチェンジバージョンを作らなくていいしね。私は完璧にこの意見に同意です。今回の DLC は DLC ということだけで批判する人がいますが、やはりマイナーチェンジ版と比較して語るべきですよね。なんでみんなこれを強欲だって言ってんの？代わりにウルトラソードとウルトラシールドの全額を支払いたいの？否定派にはゲームフリークが DLC で稼ごうとしていて強欲だという意見があるので、それに対しての意見ですね。ウルトラソードというのをマイナーチェンジ版のことをおそらく指していて、要はマイナーチェンジ版が出てもっと高い金額を払うのがいいのかっていう意見でしょう。あのダイレクトは完璧に最高でした。かの評判が悪かったツリーハウス以来初めてファンとして素晴らしいと感じています。ゲームフリークに感謝です。この評判が悪かったツリーハウスとは、剣盾発売前に剣盾では全ポケモンが出現するわけではないと発表されたライブ放送のことです。全ポケモンが出ないのは最悪だったけど、今回で改善されていて良かったということですね。私が一番おかしいと思うのは、文句を言う人のほとんどはとにかくこれを買うつもりだということです。本当に抗議したかったり SNS で騒ぐより大きい影響を与えたかったら、エキスパンションパスは買わないでね。ただの提案だよ。これは否定派に対しての意見です。日本でも同様の意見がありましたね。嫌なら買うなという至極真っ当な意見です。 DLC に怒っているのはブーマーだけ。ブーマーとはベビーブーム世代のことを指す言葉で、日本でいう団塊の世代の人たちのことです。もっと崩して言うと、ニュアンス的には老害みたいな意味で、要は文句言いたい人が文句言ってるだけということですね。なんでイスラエルに対応していないんだ。イスラエルの方がやりたくても対応してないことに意見してましたね。イスラエルと聞くとあまり馴染みがないので、ポケモンがいかにグローバルな存在か感じさせられますよね。 Let's stop! Let's f***ing get! Yes! という感じで、海外では全体的に否定派に対して物申す的な意見が多かったです。ちなみに日本のポケモン公式 Twitter アカウントではほとんどが神ありがとうみたいな喜びのリプでした。中には3万払わせてくれ、増田有能訴訟という面白いリプもあるくらいポジティブな意見がほとんどです。それに比べると海外ではポジティブな意見は少なめでした。私の勝手なイメージではもっと喜んでいるかと思っていたんですけどね。次は海外での否定派寄りの反応を見ていきましょう。まだ詐欺じゃん。この方は剣盾からずっと詐欺的だと思っていたんでしょうね。 DLC に対しても同じ思いを抱いているみたいですね。初めからそうあるべきだったよね。初めからポケモンを入れておけよっていう意見ですね。ベースゲームに入っていたはずのコンテンツに30ドル払う準備完了。ベースゲームっていうのは DLC 込みでない元々の剣盾のことです。この意見は海外っぽい皮肉満載の意見ですね。ただゲームフリークは無料アップデートで交換やポケモンホームで新しいポケモンを入手できると言ってるよと土星論で補足している人がいたりします。これは日本と同じ構図ですね。無料で交換できると言ってるけど、結局は誰かが DLC を買わなきゃダメでしょ。これは放送内で無料アップデートでも新ポケモンを交換で手に入ると言っていましたが、それに対する意見ですね。確かにおっしゃる通りですが、無料ですからポジティブに捉えようぜとも思います。あれがゲームの新しいビジネスモデルだと思います。機能が制限されたベースゲームに60ドルを支払い、拡張パックを追加し続けます。 EA が任天堂にそのような影響を与えていたのは気づかなかったです。うわ、この意見が最もいいねが多くてリツイートも多かった意見です。 EA とはエレクトロニックアーツというゲーム会社で、勝利するために課金が必要みたいな事例があって、アメリカ最悪企業とも一部では言われている企業です。つまり任天堂も DLC を導入し、この EA みたいに最悪になったなという意見ですね。内容を見てみると、任天堂の DLC はそこまで悪質とは思えませんので、リプした方は今まで通りがいい保守的な方なのかもしれません。30ドルは DLC の通常価格だけど、私からしたらめっちゃ高い。このようなお金に対する言及は日本と比較すると驚くくらいめちゃくちゃたくさんありました。そんな高いんですかね。これは最悪。未完成のゲームを売り、登場してないポケモンを身代金と引き換えなんて考えは不快だ。ファンは熱中
するのは分かってるし、私は少数派だ。このひどい監視は褒められない。いいゲームを作るのにこの時間を使うべきだよ。身代金とかそういう考えは海外っぽい考えですね。確かに人質みたい。この場合はポケモン自治ですかね。素晴らしい例えです。 DLC なんかやってねえでもっといいゲーム作れってことだと思います。辛辣ですね。少なくともゲームフリークはミスを認めて、この2つの DLC でミスの埋め合わせをしたね。私はすでに300時間以上プレイしていて楽しんでいるんだけど、批判もせざるを得ないからしているんだよね。嬉しくて悲しいんだよな。剣盾の出来が悪く、その出来の悪さを DLC で保管しようとしていると言いたいんですね。保管しているような内容でもないような気がしますけどね。私は文句を言ってるわけではないですが、今回の DLC でゲームフリークは剣盾が不完全でリリースされたと認めたことになるね。先ほどと同じ意見です。このような感じで未完成、つまり英語では Unfinished Incomplete という単語を使っている人は非常に多かったです。おかげで私はこの単語の意味を覚えられました。という感じで海外では否定派の意見が山のようにありました。大きく分けると種類は2つで、未完成商法だ、つまり最初から入れとけという意見と、価格が高いという意見がありました。日本との違いはそもそも否定派の意見が多すぎることと、金額に対しての指摘も多いことです。これはなぜかというと、こんな理由があるんじゃないかと思います。金額に対しての指摘では単位にドルと書いてあることが多かったので、おそらくアメリカの方が意見しているケースが多いと思われます。これは本当に不思議ですが、ヨーロッパの意見ではお金に関するリップはあまりないのに、アメリカの方のリップではやたらとお金が高い、お金が足りないというものがありました。やはりアメリカは特に貧富の差がでかすぎて、厳しい人は本当に買うのが厳しいのかもしれませんね。あとアメリカでは基本プレイ無料のフォートナイトが公式スポーツとして学校に導入されるくらい浸透していますから、フォートナイトの感覚で剣盾の DLC を見たら確かに高いと言ってもおかしくないかもしれません。あとは特に海外では DLC 的なビジネスモデルがよく行われていて、先ほど挙げた EA なども悪い意味で注目されていて、そこに対して日本人よりユーザーも厳しい目を持っているのでしょう。ですから日本よりも海外の方が否定的な意見が多いのかと思われます。でも私は増田純一氏を愛しています。ありがとう。ゲームフリーク。テロリストじゃないポラリスト、それ